行機と聞いた時どんなイメージが思い浮かびますか？長くて細い機体と中央から突き出た2つの翼や後ろの端にある小さな翼、そしてまっすぐ上に突き出る後部の尾びれ、それが前方に向かっている時もあれば後方に傾斜する時もあります。でも翼が逆になった飛行機なんて想像できませんよね。翼の位置が変えられる戦闘機や前の方に余分な翼がついている古い飛行機を見たことはあっても、逆の翼を持った飛行機を見たことがある人は少ないのではないでしょうか。でもこれ実在するんです。その機体の名前は X-29。 この実験機を開発したのは NASA と米国空軍で1984年のことでした。まるでスターウォーズの小道具のような見た目をしている小さくて不思議な飛行機ですが、これはグラマンエアロスペースコーポレーションが米国および宇宙計画のために開発した実際のプロトタイプなんです。製造されたのはたったの2機。まるでレゴの説明書を読み間違えて製造ミスが起こったかのような飛行機ですが、 X-29 が一番初めに製造された逆方向の翼を持つ飛行機ではないのです。前進翼の概念は JU-287 まで遡ります。1940年に開発されたのですが、多くの国が長年にわたって同じような実験を行ってきました。なぜそのような形の飛行機が主流にならなかったのかというと、前進翼の飛行機の操縦はパイロットにとって悪夢だからなんです。その問題は X-29 が最先端の複合素材から製造する必要があったほど大きいものでした。よく見てみると確かにそうですよね。こんな形をした飛行機がそもそもどうやって飛んだのか疑問に思ってしまいます。どう見ても欠陥だらけ。ではなぜ多くの人は長い間成功させようとしてきたのでしょうか。その疑問に答える前に、そもそもデザイナーがどんな目的を持っていたのか理解する必要があります。ジェットエンジンが出現する前に開発された飛行機を見てみると、ほとんど全ての機体の翼が直角に配置されていることがわかります。これは時速 740km 未満で飛行する飛行機に適したデザイン。それよりもスピードを出すと問題が起きてしまうそうです。航空機の翼は上側よりも下側の空気圧が高くなるように作られています。飛行機が空中に浮かぶのもこのメカニズムが関係しているんです。同時に飛行機自体が空中を移動するスピードよりも空気が翼を横切る方が速いため、速度が上がると翼の上部は音の障壁を破ることになります。たとえ航空機が全体的にそう設計されていないとしてもです。これにより翼の上部に衝撃波が発生し、その背後の空気が乱れてしまうのです。さらには前翼の揚力が減少し、後翼の揚力が増加することになります。結果飛行機の機種が押し下げられ、高度が失われると同時に速度が上がり、問題はさらに悪化します。どんなに経験豊かなパイロットでもコントロールをするのは難しいんです。この問題に初めて直面した最初の航空機は、ワクワクする名前と奇妙なデザインを持つ P-38 ライトニングでした。それはまるでエンジニアたちが暇つぶしとして3つの飛行機をくっつけたかのような見た目をしていたんです。ですがこれ1939年のデビュー当時は世界最速の飛行機だったんですよ。飛行機の翼が時折超音速になるのを補うために、エンジニアたちは翼の下側に少し変わったフラップを取り付けました。急降下フラップとして知られているこのデバイスは、急降下するときに配置すると前翼の下に揚力を発生させることができるんです。 P-38 は最大速度で飛行しているときのみこの特定の問題に遭遇しましたが、飛行機がますます早く動き出したため、きちんとした策を見つける必要がありました。そこで導入されたのが後退翼。気流の 100% が飛行機の機体と並行して移動するテーパー翼とは異なり、後退翼は翼の下に縦方向の空気の流れを作ってくれます。航空機の設計者はこれをスパン方向の流れと呼んでいて、翼の上部を移動する空気とは違い、飛行機の現在の速度を超えて加速することはありません。ちなみに翼の上部を横切って移動する空気は翼弦の流れ、弦、つまり翼の前端から後端に向かう架空の線なんです。携帯電話の受信ケーブルが絡まってイライラしたから外に投げた時にすっ飛んでいく方向ではありませんよ。まあそもそも飛行機の窓は開きませんが、意味わかんないこと言うなって、すみません。バッテリーがすっ飛んでいかないとしても、飛行中のなくし物というのは意外にも簡単に起こりますよね。
皆さんの経験を下のコメント欄で教えてください。飛行機じゃなくても大丈夫です。例えば熱気球で自撮りしている時にスマホを落としちゃったとかあるかもしれませんよね。あ、いけないいけない、話を戻しましょう。低速では航空機は揚力を最大化するためにできるだけ多くの翼弦の流れを必要とします。とはいえ加速して音速に近づき時速 1200km を少し超えた時はスパン方向の流れが必要となるんです。一部の軍用機、例えばアメリカの F-14、トムキャットやロシアの MiG-23 などはこの効果を利用するために翼の角度が変えられるようになっているんです。そしてアブロバルカンや NASA のスペースシャトルなど他の航空機や宇宙船は代わりに三角翼を使うんです。三角翼の方が信頼性が高いですがコストが断然高いそうです。未解決の問題といえば飛行機の翼がさらに後退すると失速しやすくなるという点。ちなみにパイロットの言う失速は皆さんの車のエンジンがオーバーヒートした時とは全く違うものです。航空機の場合翼を移動する空気の量が機体を持ち上げる揚力よりも少ない時に失速と言います。そもそも後退翼をつける理由は気流の量を減らすためなので、これがなぜ問題になり得るのかが分かりますよね。失速するとパイロットは飛行機のコントロールができなくなる可能性があるんです。だからこそ多くの人は一生懸命前進翼を研究し続けてきたというわけ。後退翼の場合スパン方向の流れは空気の翼の先端に向かって運び機体から遠ざけます。結果失速が発生すると翼の先端から始まり内側まで移動しパイロットはコントロール維持することが難しくなるんです。しかし翼が胴体に向かって空気が運ばれるように設計することで失速は飛行機の機体の近くから始まることになります。つまり空気が翼のさらに下に位置するフラップを横切り移動し続けるのでパイロットはコントロールを失うことなく飛行できるというわけ。もちろん失速によってもたらされるリスクがなくなるというわけではありませんが、それでも航空機の安全性の改善には役立ちます。まさに前進翼とは自転車の補助輪と一緒、 100% 転倒を防いでくれるという保証はありませんが、バランスを崩し始めた時にはコントロールする手助けをしてくれます。このアナロジーが崩れるのはこのビデオの前半でも出てきた安全性の問題に遭遇した時。確かに前進翼は抵抗を大幅に低減しますが、空中を移動する際にそれらの異常な空力特性によりねじり運動が発生します。そして1980年代に入るまでこの種の圧力に確実に耐えることができる翼を作る技術はなかったんです。これを踏まえて80年代初期の航空技術が誇る X-29 の話に移りましょう。空軍は NASA が設計した最先端の素材と最も洗練されたフライトコンピューターを使用し、やっと解決策を見つけることができたんです。そう、彼らは正しかったんです。だから今では当たり前のように前進翼が使用されているというわけなんですね。で、そんなわけありませんよね。そうだったらいいんですが。空軍によると彼らはこの概念を実行するのに一番近いものが作れたと言っています。 X-29 のフライトコンピューターが飛行を可能にしましたが、それはほんのわずか。3台の車載コンピューターが飛行機をずっと操縦しているのにもかかわらず、パイロットは依然として航空機をコントロールするのに苦労したんです。さらにテストフライトが始まるちょっと前、プロトタイプの一つが故障し3台のコンピューター全てが同時に壊れました。あらら、飛行中にそれが起こったら間違いなくパイロットは飛行し続けることができませんよね。最終的に X-29 プログラムは1991年に終了。 NASA と米空軍は10年に及ぶテストと調整の繰り返しから多くのことを学びましたが、実用的な設計には手が届きませんでした。とはいえみんながみんなこのアイデアを諦めたわけではありません。もしかしたらいつか前進翼の時代がやってくるかもしれませんしね。将来がどうなるかなんてわかりません。今日学んだ新しいことは自分だけの秘密にしておきましょう。いやいや、ではなくって、動画の高評価をしてお友達にもシェアしてくださいね。他にもまだまだ興味深いビデオがあるのでお楽しみください。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。